はい、鏡つまさです、えー、前回までに歩読み主に音程の読み方について、えー、述べてきましたが、えー、個人的にもっと重要なのはリズムがが読めるかかどううとといい部分の方が、えー、個人的には重要だと思います、まあ、実際ほとんどのケースで初見でやってくださいっていうケースまあお仕事なら当然ありますが普段自分が、えー、と練習している曲で初見でやる必要なんてないじゃないですか。で音程も、まあ ちょっと時間かければ読めるという人が多いです。ですが、リズム譜に関しては、えっ、ー、と、読める、読めないが、きれいにわかります。そして、ここで重要なのは、リズム譜が読めるということは、まず、そのリズムを引き分けられる可能性が高くなるんですね。リズムを曖昧に弾いているというのが一番。まあ、えっ、ー、と、リズム体としてはよろしくない。まあ、実際のところ、楽器問わず、歌でも、リズムを曖昧にして歌っているというのもよくないんですが。 そういう意味でも楽でこのリズムはこういうリズムというのを明確に把握してるっていうのがすごく重要です。えーまあ、例えば単純なことですがよっとピピピピ例えば、まあ、リズム譜の形で書いてます。これってて分音符が4つ続い、えー、続いてるだけですよねということはメトロノームに対して 1>, 1泊が、えーまあ、一応メトロノームがこことここに、まあ、4泊鳴らした場合はなるわけですね。ではちゃんと,は、えー、とそれを読めるということを前提に、まあ、読めてそしてメトロノームを鳴らしたときにトントントンこれに対してちゃんと2分割できるということですね。 これだと四部ですね。でこれを二分割。はい、非常にシンプルですよね。で、こういうのの積み重ねによって明確にリズム引き分けることができるようになるわけです。例えばベースでよくあるのは、ダンダダっていうやつですね。ダンダダ。こういうのも、 今2拍5とでしか書いてないですがはいというふうにリズム譜をちゃんと把握してるっていうのはすごく自分が今何のリズムを弾いてるかっていうのを意識しやすい状況を作ることができます、えー、よりいいのは、えー、と耳コピーとかしてそのフレーズをリズム譜として書いていくことですねそうするとあれ このリズムは今どこで弾いてるんだろうっていうのをちゃんと、えー、引き分けられるようになりますそして、えー、ソロなんか取るとあれこの人は一体これは16部系で取ってるのか3連系で取ってるのかどっちだろうとかそういったのをすごく考えるようになるんですよその結果プレイヤーがどういうふうに考えてそのラインを弾いてるかそのリズムを取ってるかというのが理解できるようになりますまああのとてもすごく音楽的なことなので できるるようになるととても同じ音楽を聴いてもええてしてこの弾き分ける、まあ、楽譜のリズムをちゃんと読めるかどうか、まあ、これも音程と同じでただのパターンを覚えるだけなんですが、えー、よく弾き分けられてないパターンをちょっと書いてみましょうよっ。 まずはこれです16分の1つ目と4つ目8分の2つ目たった,、えー、とたーんたーんたんというパターンですそしてもう一つはどうしようかなどう書くかまあきれいにあ違いますねもっとシンプルに書きましょうよいしょまあ2拍3連ですね どんちょっと大きさが変になってるのが「まあ、書き直しますか二拍三連」って歌なんかだとよく出てきますよねあとはキメで二拍三連が出てくること多いんですが二拍三連とこの十六分のこういう今書いたやつですねこれをちゃんと引き分けられるかどうかっていうのがすごく、えー、重要な技術です引き分けられるか。 まあ読めるは読めるにしてもちゃんと引き分けられないときれいに、えー、と実践ではできないのでこれ、えー、と例えば歌ってみると上はタタ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 ーーーーーーー、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 ン、ター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 ンでです。す。下はさてこの違い聞いてあそうだねと思った人は多分引き分けられますし多分楽譜もリズム譜もこれ平気で読んでる人です。 今のえ同じような感じじゃんと思った方はリズムの精度がまだ、えー、ちょっと足りてないということになります、えー。メトロノームを使って表現しましょうか。念のために、えー、これ今テンポ60です。で1つ目。 これがさっき書いたやつの上にの方のやつです。下の二百三年はこういうやつですね。上に書いた方は。 滑るシーンがありましたが、えー、さて違い分かったでしょうか今テンポゆっくりなので比較的何か違うっていうのが分かったと思います、まあ、これを自分で引き分けられる必要がありますそして、えー、とテンポを120で倍にしてみましたそうすると速いですよねえー、と上のパターンそして2百3連の方 分かりますか、ね、上のえこれが203連で上のパターンだと203連だとさて聞いてるとボーッと聞いてると多分違い感じるんですがこれを引き分けられるかどうかっていうのが すす。ごく重要なポイントです一応ヒントとして言っておくと上のこのターン「ターンターンターン」っていうのは16ビート系です。16ビート系。まあ16分音符主体なんですね。16分音符主体。そして「下」はっていうと三連形です。こんなの字で書く必要あるのかというのはちょっとふと思うところですが三連形です。 つまり16部とと連をををき分けけられるるここ前提にこの2つを演奏するわけなんですね。なのでそこを把握しているかどうかというのがすごく重要になってきます。さて話は戻りまして楽譜を読むなら個人的には音程というよりリズム法をちゃんと読める方が演奏に生きることが多いのでその例を取り上げさせていただきました。 でえっ、ー、と最後に、えー、後半に題材に出したのはまあこのこの二つをなんとなくで演奏している人が多いのでこれを綺麗に引き分けられるということがすごく重要です引き分けるにはこのリズムを理解している必要がありますなんとなくで演奏するとどっち弾いてるか途中で分かんなくなったりするのでというわけで、えー、個人的には。 音程を読め,る方読めるというよりリズム譜を読める方が演奏に生かせるので、えー、おすすめです、えー。ぜひリズム譜、リズム符読む方が多分時間かからないので音程読むより、えー、覚えるパターンが少ないので、えー、2の8乗で、えー、8ビート、あ2の8乗とか考えると多く感じますが音を入れるか入れないかなので2の8乗、違うか、大体8ビート2拍です。えーだい え例えば8ビートのパターンだったら2拍で、えー、まとめてあるので2の4乗パターンつまり16パターンしかないですね覚えるのはそれで8ビート攻略です9付も伸びてるパターンしかも部系も入ってます、えー、同じようにしていくとあ16ビートもそうですね大した数ないですなので、えー、そういう意味でも えー、リズムトレーニングという意味も兼ねて、えー、リズム譜を読む練習をしてみてください、えー。もしくは自分が今弾いてるフレーズをリズム譜として書いてみるとどうなるかっていうのをぜひ試してみてほしいです。はい、鏡つまさでしたまたま